皆様お久しぶりです。サチウスコこと三原明です。なんとスローバスアナライズサチウスコの逆襲が復活しました。ありがとうございます。なんだっけ、30万 PV を達成できなかったら打ち切りということで、まあ実際打ち切られてしまったんですけど、もう一度チャンスをいただけるということで、これサチウスコの汚名を返上しにやってまいりました。で、スローバスアナライズの企画趣旨をもう一度振り返っておきたいと思うんですけれども、まあこちらのスロットバスターズさん、スロットバスターズの設定状況だとかそういうのを分析して攻略して買っていきましょうっていう企画となっております。でですね、まあ最後に、スローバス君との答え合わせだったり、まあトークだったりなんかもお伝えできればいいかなと思っております。で、まあ今見てもらったらあたり暗いと思うんですけど、前日下見ということで今から下見の方をしていきたいと思ってます。前回はですね、3回ほど、実戦を行ったんですけれども、ちょっと一度も勝てないというね、不甲斐ない結果に終わってしまったんですよね。で、30万 PV、 これも動画を2分割に分けてっていうところまでやってもらったにもかかわらず半分だったと。ちょっとね、さすがに情けなくね、終わってしまったんですけど、まあこうやってチャンスもらえたんで、もうほんと今回こそはね、ちょっとまずは1勝、まあ、勝つことで、まあ、ちゃんとホールのなんだろう、スロバス君の意図だったりとか、まあ、そういうのもねちゃんと読み取ってっていうのを伝えれればいいかなと思ってます。まあちょっとこうスロバス君がねこうギャフンというかを見たいですよね。もう本当にもう前回のあのニヤニヤした顔がねちょっとねもう思い出したら腹立つんでちょっと今回はギャフンと言わせにかかります。まあとりあえずリニューアルと、まあ今日リニューアル2日目、その状況から見ていきたいと思います。ちょっと事前にブログ見て告知というかあったんですけど、ニューキングハナハナが入りましたよと、使われてるんじゃないかなと思ってます。バラエティ、この乙女2が25回初当たり、あ、200分の1切ってますね。綺麗にしっかり出てるんで、まあ前日これ高設定になったんじゃないかなと。でここが戦国乙女、2台並べてると、昔のやつと新しいやつ、モンキターン2と3と並べてるって書かれてたんで、なんかねイメージとしてはどっちかに入ってんじゃないかなみたいな感じに考えたんですけど、と修羅、ここも並びですね、北斗並び。私この台でね331枚出して負けてサチュスコって名前付けられたんですよねそういうのを考えるとちょっとリベンジする台ではあるんですけど、まあそういうのは関係ないですから、難しいな、どっちかに入るような気はしてたんですけど、それが見て取れないっていうのが、一応ブログの方では、まあ、新しく増設された30杯のコーナーとバラエティ、まあ、ここにちょっと力を入れていきたい的なことは書いてました。結構メリハリの、メリハリというかボンキュンボンみたいなの書いてあるんですよね。なんで一応、まあ、そこから考えられるメリハリ設定の入れ方なんじゃないかなとは考えてます。ありがとうございます。まだ入場抽選の方はまだなんですけど、まあ、一応機能考えて、まあ、ニューキングハナハナ、まあ、ここが甘めに使われてるなと、で高設定も入ってそうなんで、まあ、そこに行くのが、まあ、一番硬いかなとは思うんですけども、まあ、あとは人数次第ですね、入って前の人がどこ行くか、まあ、それによってバラエティの方もちょっと攻めてみたいかなと思ってます。じゃあちょっとあのハゲオヤジさんをぶっ通しに頑張っていきたいと思います。はい、4番で入場です。みんないろんなとこ行くみたいですけど、私とりあえず、まあ、宣言通り花々ですかね。これ
まあ、まあ毎日、6ぐらいの台とか強い台があって、ただあの2日連続めちゃくちゃ強いっていう台がないんで、一応取るんですけど、とりあえず他も見に行きますね。まあ無難にジャグラーのルームチェックですかね。リプレイの位置、まあ変わってなさそうですね。うん、変わってないか。じゃあ多分ほとんど変わってないでしょう。で、今マジハロ5、バラエティのマジハロ5が1ゲームで ART 入ってるんで、リセットからの、押し順が当たったってことでしょうね。なんでまあおそらく今日も前立腺でいいんじゃないかなと思います。で、あんなあんなコーナーですけど、意外と空いてるな。どうしようかな。はなはな、一旦離れます。とりあえず朝に調べれることだけ調べときます。で、とりあえず、戦国乙女2朝1、高設定ほど広角に行きやすいんで、広角チェックだけ軽くします。まあ、ステージチェンジしないんで、ここでやめます。ウィッチクラフトワークスなんですけど、設定変更してこの画面のことってありないですよね、多分。だとするとこれ据え置きの可能性があります。で、もしかしたら前立腺じゃないかもしれないですね。ただちょっとそういうのをもう確認する上で、もう一台肛門邪魔カツ触ってみます。肛門邪魔カツは、設定変更されると、カツゾーンの煽りが出てきます。大体20ゲームぐらいですね。で、今今日ジェリー引いたんで70ゲーム以上、70ポイント以上もらえると。出てきましたね。よし、じゃあとりあえず、この台ちょっと打とうかなと思います。おはようございます。おはようございます。今日はいつチームいえお願いいたします。早速回転今したわけですけども、はいはいはい、バラエティに朝走ったのはまあまあさすがちゃうかなと、まあ、まとわえてるなと、まあ、多分考え抜いたんでしょうね。まあ僕も、彼女には積もらせずに、番組が終わった時に悔しがる姿を想像しながら、他のお客さんにはまあ座って楽しんでいただけるように昨日だいぶ考えましたんで、まあ、もう今の時点で僕半笑いですけどね勝ったかなみたいな感じで半笑いですけど、はい。設定変更されるとポイントはゼロになるんですけど、内部的にゼロ以外になってるんで、両方とも310ポイント以上溜まってきたと思います。ダブルだと AT の可能性もだいぶ高くなるんですけど、どうかな。これで外すとちょっと嫌な感じですね。お、1レーン赤までいった。おー、レインボーまで来ましたね。当たりです。これ復活、復活というか復活まあ確定のステージに移行しましたね。はい、ノーチャンス。はい、
出てきました。110ゲーム当時5000円です。はい、まあ、これどうやって選ぶかなんですけど、私一番最初初当たりは、表の剣術で選んでます。なんで、まあ、ちょっと面白くないかもしれないんですけど、これでやります。まさかの、まさかの100ゲームスタート。これは超ラッキーですね。よし、ね、全然、ほら、サチュースコはもう卒業したんですから、私。結局ダメでしたね、可能性はなし。サッパーは、おー、しまんない。ここで、ダブルルーレット、ここはチャンスオン、必ず当たります。ボイコーチャレンジかおびんでと、ボイコーチャレンジ、ここでおびんでと選ばれるのは設定があります。またここは選ばれなかったと、どうしようかな。で、なんとなくですけど、オリンピアの決勝は最終タイプを選ぶことが多いです。なんかね、一発当たんないんですよね。じゃあ、やっていきます。最終タイプはリプレイを引いて、ランクを上げて、そのランクで最後に抽選。これは8レイのまま終わっても熱いんですよね。ここまで来たらそうしたい。お、初めてかも。リプレイ1回も行かず、よっ、なりました。ちょっとどれぐらいの期待度があったか、私リプレイ引かなかったの初めてなんで分かんないんですけど、1回目、おっ、ここでのレア役はバイチャンスのチャンス出てくるかな。あー、やばい、出てきちゃった。これは、この後上乗せするゲーム数を2分の1で、2倍にします。ちょっと面白そうなんで挑戦にしてみますか、せっかくなんで。よいしょ、えい、上乗せか、現実選べなかった。ここからは2分の1、やばーい、しょぼい、40、まあまあでも仕方ないですね。さっきだったら最高だったんですけど、まあ、失敗しても40もらえたと思えば、なんでチャンスが出てきてるのかちょっとよくわかんないですね。なんか見落としたかな。当たんないでも。ただここでちょっとチャンスステージ見てますね。しかも赤いシャッターが出てる。閉まると次のチャンスのストックもらえる。来ましたね、結果ステージ。これはゲーム数で移行するステージチェンジでの抽選に当選してもらえたと。お、次回予告でそのままノーチャンスした。また来た、さすがに出てこない。出てこなくても、最後に出てくる可能性はあります。よいしょ、あ、外れ。もうでもサクサクいきます。
お米発電発電酒は弱み歓迎部にボタン出たらね激アツなんですけど、おーまさかザバダー、はい、ハザダリ以外は挑戦でやりましょう。まあここでレア役引くのはうまいんですね。あ、ここじゃないわ5のレア役は確かあんまり関係なかったはず。悲しいけど外れ。何度なく何度なくですよ。スロバス君が肛門邪魔かずに設定入れてくるとはなかなかね思いづらいんですよね。もっと分かりにくい靴に入れていくとっていうのもあって、まあ、一応朝一活動も出てきたんですけど、この AT を早く消化しきってちょっと通常時の情報が欲しいですね。最後のチャンスかな。そういった追加も当たってなかったか。はい、いろいろ上乗せしたんですけど100ゲームで523枚。この523枚は引き継いでますね。決まれ。ダメだ。継続すればちゃん、AT 格です。よーし AT 格ですね。よーね、まあでも677枚まあまあでしょう。まあ開店から今2時間ぐらいですかね。そうですね、2時間半。はい、肛門邪魔ですか。はい、肛門邪魔1です。1です。髪の毛いっぱいあるやつ捨てますか。ちゃんとちょっとカメラマンさんスタッフさんに撮ってください。まあ今日はでもこの後もし移動しても、まあ、何台打つかわからないですけど、どうですか1ですっていうのだけを言いたいですね。はい、まあ、この台のカンパが目的じゃなくて、まあ基本的にはスロットバスターズさんがどういう風な設定の入れ方をしているのかっていうのを、まあ、見抜く番組なんで、まあ、ちょっといろいろ触ってみたいですね。ちょっとここでもう一回周り見に行きます。バーサス1台すごいになりますね。あと花火も昨日化け先行だった台が今日は出てます。バラエティで今のところ良さそうなのはもう、モンキーターン3ですね。ドロブスプラッシュ対戦相手に設定差があります。あとヤジキタ、ヤジキタはねちょっといいかなと思ったんですよね。新しく導入された中でまだ使われてなかったんですよね。この中でまあ移動するとすれば、スロット魔法少女マドカマイカ2の朝一降格だった台か、気になっているのがウィッチクラフトワークスの据え置き台。なんで据え置きなのかっていうところですね。ちょっとウィッチ触ってみようかな。あれ設定分かったかな。それでは2台目なんですけれども、ウィッチカツラウィッチクラフトワークス、ダークセルさんの人ですね。ちょっと打っていきたいと思います。これー設定変更されてるとこの画面には行かないと思うんですよね。
なんでこれ昨日この状態でやめてるのを見ててそのままなんで、この台は据え置きのはずなんですよね。 MB 中以外の13枚役これに設定差があるんで、今日ちょっと見ていきたいと思います。このステージなんですけど、基本的には周期の開始時に行きます。でネクストチャンスプラス高確率が確定すると、はい、でとりあえずはネクストチャンスですね。これでゲーム数がある、342。でこれを全部減らせば周期到達になります。これが、現存特化ゾーンですね、ビッチライブ。揃えば、現存。マイナス60。はい、水戸を訪問やめまして、訪問ちゃいますね、訪問ちゃいまして、はいはい、ウィッチクラフトワークスに移動するという、難しい名前の台ですねあのなんか1台だけ、据え置きであると、よう見てますね。そうですか、気持ち悪いですねどうしてもそれが気になる、そんなこと気づくんですね。250であるうちの1台だけのことを、あえて何も言わんとおります。とりあえずはじゃあちょっと成り行きを見守ってみましょう大したもんですね、はい。まあ、でも細かいことを言うよりかはどっちかっていうと、ボーナス当たるんだと思うんですよね、当たりやすいんだと思うんですよ。おっと、だいぶ4ゲーム燃えろってましたね。はい、130マイナスなんで終到達と。大物魔女集結、魔女が集まればチャンスと。揃えば魔女が集まる、それ以外にもですね。お5人中4人かな、決まったの。ただ扉は通常ですか。サイドは4つ、おー当たりましたね。はい、一周期で当たりでした。天国だったのかな。でね、ここが大事というか、ボーナス中に結構秘密が、てかボーナス揃えるときですかね、ビッグ中。はい、あーレギュラーボーナス、プチボーナスだね。
このプッチボーナス中は、まあ、セット数振り分けなんですけど、2セットで終了、4セットで終了だとブーツ設定の可能性が高くなって、数セット、3セット、5セットで終了だと奇数設定の可能性が高くなります。6セットで終了すると設定6確定ですね。あとはセット数継続確定の背景とかもあるんですけど、それで高設定ほど出やすいとかいうのがありますね。ボタン、これでボーナスストック確定です。連打して扉が開けば Z 継続なんですけど、 Z で終了。この後離すと、あ、離さなくても出てきたボーナスとか出てくるんですけど、ボーナスが出てこない場合は、タッチのセリフで、モード示唆だったり、3周期内で当たるとかそういう示唆が出てきます。まあ、今回は1ゲーム連続したんで、これちょっと目押しが必要なんですけど、まあ、2コマぐらいの余裕あるはずなんで、すいません。あー、これすごい大事だったんですよ。あー、ちょっともったいないことした。まあ、7を揃えた時に、目押しが正確であればここにセリフが出て、それで設定資産になってます。エビック中も、この周期の概念があって、減算していると、ちょっと待ってくださいね。じゃあちょっと、300 めっちゃ大きいの来ましたね。ちなみに、あの減算の仕方にも、確定数とかがあります。見れなかったですけど、まあ300とセリフはないですね。で、周期を完全に減算すると、まあさっきの1ゲーム連獲得抽選だったりチャンスゾーン獲得の抽選が受けられます。で、基本的にはこの数字を全部減らすのが目的になります。あとはリプレイの連続でも減算しますね。L でも減算してくれると。持ち越し、ただ扉は通常なんで、どうかな、この演出が続けば。これだとまあ大体外れます。勝てばこのチャンスゾーンが、これが1ゲーム連ですね、獲得と。これ特注9枚役や。これは減算効果。400、ちょっと特殊9枚薬のおかげかな、ちょっと分かんないですね。私初めて見ました。また1回でこの演出、これはなんだ、いけか、いけそうな、来ました、テンペストモード。これはね、ゲーム連の特化ゾーンだったかな、まさかの。テンペストモードです。テンペストモードは、1ゲーム連とチャンスゾーンの特化ゾーンで、まず1つ、ストックもらえます。で、ここからはベルとレア役が主な上乗せ景気になりますね。よいしょ。
リプレイでも一応乗ります。これがチャンスコーン出る。さあよしよし、もう1つ目残り4ゲーム。さあどうしてもね、チャンスの方が多くなっちゃうんですけど、ファースト、はい、はい、ということでボーナス1個と、チャンスは3つ。なんかいいの引けましたね。さらになんか続いてますけど、あ、50減らすと。残りゲーム数がなくなったんで、あとはこうやって終わっちゃいます。え、この後にまずは1ゲーム目ですね。はい、常駐団、あ、来ない。はい、よくやったわ。大当たりよ。これは通常なんで、まああんまり良くないですね。こんな感じでセリフが出ます。緑色が多分奇数偶数の下で、赤色、まあ、前回だと赤色が四五六角、紫で六角とかでした。これね、多分ね、私結構やれてる方です。はい、終了です。この後は拷問チャンスですね。よいしょー、期待度 50% のチャンスオン。拷問チャンスなんですけど、まあ、こんな感じで、3分の1で、まあ、図柄数が揃えば、まあ、この1個つくと。で、これが3つ貯まるとボーナスですね。これだとボーナス確定、これだとビッグ以上、これが3つ貯まるとスーパービッグです。オーチェンデータ。なんか全然揃う気配がないんですけど、今、軍が来ましたね、キャラジョン。ごめん。あと5ゲームで揃えばボーナス。えい、成功。はい、はい、ボーナス常駐団ですね。グッドだ、高宮くんやればできるもんだな。で、グッドだのグ、これがグースースですね。グースースが1回出たと。これ、周期引き継いでますね。また来た。生産的なものはないか。はい、これで5周決め到達ですね。この扉がね、赤だったりとかもあるんで、通常だとちょっと弱い気がする。行け行け、行かない。おーっと、これでさっきテンペストモード行きましたもんね。よーし、来た、2回目いきます。
ペットモード。しかもこれさっきこの1ゲーム前 MB だったんで、この次も13枚クロハブ。えい、でもこれ内部的には決まってます。ちょっとベル何回引きました。ベルどれ結構行きましたよ。4回、5回ボーナス1個だけでした。あー悔しい。まあまあでも次につながったからここでねベル引くし。ここがまた一周期に戻ってるんで、さっきのやっぱり天井だったんでしょうね、テンペストモードの。えい、30、40、でかい。こんなでかかったですっけ。なんか減算の仕方が今まで見たことないような減算の仕方するんですけど、当たった。あ、これこの画面、この画面、1ゲーム連確定かつ高設定期待度がアップする背景です。終了画面ですね。出現率が設定1で実質6万分の1、設定6で1万1400分の1、設定4で2万3000、まあ、4、5、6を設定ほどやっぱ出やすいですね。初めて見ました。高設定でしょこれ、さすがに据え置きしてたの高設定したなんですかね。じゃあよし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 、どうやどうや、スロバス君どうや。はい、もう一回偶数着たんで、さすがに偶数かな。グッジョブだ神谷くんね、偶数した。はい、これがラストの拷問チャンスです。今のところ2の2。ごめん、うんた、ごめん。お、お仕置き革命。これ何でしたっけ、スーパービッグだったかな。ちょっと待ってくださいね。お仕置き革命発生時は、ノーマルビッグ以上、超お仕置き革命発生時はスーパービッグ。あれ終わるとどうなるんですかね。じゃああの初期革命失敗したってことなんですかね。あれのチャンスだったのかな。よし、とりあえずそうですね、一周期は回します。また来た。お、揃いました。400。これが一番弱い。ダメかな。
はい、でん、はい、はい、いいですね。3-2-1ボーナス。揃うとき持ちがいいもんだな、これは。一応つづるさ、まあでも3対1なんで普通だと思うんですよね。あー大丈夫だった。扉は普通。黄色。いやー。出ました、行けましたー。いやーちょっと期待してなかった。いやーギリギリ到達した一周期でゲーム連ゲット。通常ビーサの画面でゲーム連ゲット。こパターン、このセリフ、さっき調べたら、基本パターンと奇遇の差とあと構成点差の、まあ、3つで、今回は六角はなさそうですね。えい、はい、わお。はい、でもダブルゾロイでスーパービッグボーナス。あれボタン、いっ、よーし、やりました、1ゲーム連。奇数が2回目、まさかの3箱目。終わっちゃった。上手、上備、主さん、とりあえず、まあここも紫なんで一周期抜けるまでは打ちます。いやーなんか本人もう確信したみたいです。あると腹立つわ。できんかな、なんかボタンないかな。止めるボタン、止めるボタン、あったら押すんですけどね。確実にボタンを連打するんですけどね。今からなんかあのイチャモンつける口実を考えます。ゴリゴでウィッチライブ。あ、赤い。この魔女ちょっとチャンスアップね。
インのまま、あとちょっと弱いかな。よタイトルは赤。すごいな、本当に当たり続けますね、この台。中断。ほい、ボーナス。これね、プチボーナス単発あったらね、多分ちょっと枚数的に減っちゃうような気がしますね。ゲーム、よし、続いた。なんとか枚数的には続いてほしい。よーいった、3セット目。3セットやけど、どうかな。3セットで終了。この画面は次回1周企画でですね。いやー、いやー、うわー、断髪一番寒い。というところで結構長い間打ってましたが、ウィッチクラフトワークもこれで終了、実践終了となります。お疲れ様でした。ということで、投資5000円、回収が2985枚、やっと勝てました。はい、というわけで、本日の、スロットバスターズさんの、総括をスロバス君とちょっとやっていきたいと思います。今日のまず結果を教えていただきます。はい、はい、私投資が今回5000円で済みました。で、結果2985枚です。ほう、どうやどうや。ちなみにうちの店でパチスロ打つの今日が7回目だと思うんですけど、はい、今までの戦績は0勝。0勝勝つか負けるかって言ったら2分の1なんで、はい、まあでもそれで7回目にしてようやく勝ったと、はい、7回目にしてようやく勝ちました。よかったね。はい、ありがとうございます。ね、つまんないね。つまんなくないですよ、ね、リベンジ成功でしょう。つまんないね。ウィッチクラフトワークス、あれは高設定でいいんでしょう。あれは高設定です。おお、よかった。じゃあまあ考え方としては間違ってなかった。間違ってない。不発末ってことですね。まあ、ちょっとここから営業的と言いますか、真面目な話をしますと、まあ3日前に信頼入れ替えをしまして、今回は30杯を増設した、あの、まあ新設したことと、もともと約20台だったバラエティを倍に増やしていると。はい、で、まあそこの2つがあのお店としてのまあ大きい変化だったんで、で、まあ見ていただいたら分かるように、まあ花は当然初日からこう、まあね、ノーマルタイプなんで、まあデータ見たら分かる通り、まあ、それなりの配分でやって、で、ね、で今日に関しては僕はもともとこの収録に向けてバラエティにちょっと集中しようというふうに最初から思ってました。うん、なぜならあなたが映っだろうと思ったから。あ、ですので一応昨日おとついはどっちかというとこう控えめにして、うん、で今日は、バラエティが、約40台ありますけど、はい、まあ、概ね3分の1が当たりです。あ、まあ、お店からのこう言わせていただくと、まあ、この動画をもし見られた方が次来ていただけるなら、まあ、ちょっとこういうバラエティなんか狙っていただけたら非常に嬉しいかなと。うん、そうですね。問題はね、はい、どこに座るかなんですよね。構成とか台の並べ方とか見て思うこととかなかった、はい。あの新旧で並べてるなっていうのは何台かね、ほう、それはまあブログにも書いてたんで、答えを言いますとね、はい、過去6回来て、はい、まあ、いろいろ打ちましたよね。打ちました。来た時のなんかちょっと思い出深い機種を挙げてみる。北斗の拳と、北斗の拳、あとはまあ戦国乙女打ちたいなみたいなことは、戦国乙女は打ってたね、打ってました、うん、やってたね、好きやったね。あと前3日来た時に僕がしつこく、はい、やってたガルパンです ね、その辺印象深いよね。そうですね、その辺の印象深い台の
まあ、狙うやろうと朝一こう戦国座ってたやんか。戦国行って友も座りましたね。北斗の友座って、はい、触ったやろ、はい、まあその降格強度が出えへんかったからやめたと思うけど、うんうん、まあ、そこ座るやろうなと思ってたんで、はいはい、その思い出深い機種の隣の台が全部ロックス。腹立つだからそれに座ってあれ隣強いぞみたいな風に思わせたかったって、ね、だから僕の今日一番も腹抱えて笑いたかったのは、うん、その友とかに座って、うん、で、まあ、ファンの方も来られるかも分かれへん、はいはい、隣に座って打ちたいっていう方が来られた時に、うん、その人が隣に座ったお客さんがいいの座って楽しんでいただけたらなと思って、朝から友こうやってなんかこうやってそれ戦国言ってるからもうシムシュって腹かけてくー笑っててんけどね。ちゃんとねそういうのは避けてきたでしょ。でもちなみにあの新基準機どう考えてますか。窓マギ2だとか、はい、まあこの店で言うとエウレカ AO、はい、あの辺は今後設定使っていくみたいな。じゃあそれはね、まあ、4号機から5号機の変わり目の時と一緒で、どうしても3枚 AT 機と比較して使えないのはもう間違いない、うん、使えないのは間違いないんですけども使っていかざるを得ない。あ、まあ、実際、全体的には正直言って我々ホール側からするともう2つぐらいの機械が多いですけども、まあ、例えばエウレカであったりとか、うん、マドカマギカツ、最近だったらその G1 とかね、はい、まあ、まあ意外といけるなというのもあるので、うん、まあ、その辺を今なんていうかな冷静にこう見定めてるみたいな感じ。なるかな。じゃあ最後になんですけど、今日の私のまあ立ち回りだったりとか、まあ、出玉とかも含めてですけど、まあ、何点いただけるかな。何点満点ですか。100点満点で40点ぐらい。え？ちょっとちょっとちょっと低すぎじゃないですか。せめて50点。80点ぐらい。80点。おー、80点いただきました。はい、というわけで、このスローバスアナライズなんですけど、これ次回以降も続きますということで、まあ次回もまあ私同じく下見から立ち回っていこうかなと思ってるんですけど、まあなんでしょう、スローバス君的に考えてることとかありますか。はい、まあ来月は、エビスマスカツがまあメインなんですけども、一応オス番長3っていう機械がまあ出てきますので、まあ、それが入ります、はい、で、まあ、来月来た時にはそのアナザーゴッドポセイドからもまあ入ってますので、まあ、さっきのそれこそ話じゃないけど、はい、いわゆる新基準機というところのまあ注目機種が、まあ、この3月後半と4月に出ますのでってなったらね、まあ、おのずと確かにそのあたり、まあ、狙うようにはなるけど、もしかしたらその隣かもしれないんですよね。そういうことですということで、今回スローバスアナライズはこれで終了です。じゃあまた次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。ハゲてない？大丈夫？ハゲてます。ハゲてるって